毎度です。毎度。はい。ですね。はい。ちょっと今感動してまして。うん、まあ、事務所。はい。吉富がお引越しをしたじゃないですか。はい。で、常がね、週の半分ぐらいここで寝泊まりをしているんですけども。はい、で、吉富が引っ越すことによって、はい、吉富の部屋どうするみたいになってたんですね。うん、うん。で、どうしましょうみたいなことを常と話してて、はいはい、でももう常がやりやすいようにやってくれたらええよって、任せるよって、うんうん、で、現状はね、現状っていうか、前までは常の部屋が倉庫兼常の寝る部屋みたいな。はい、で、もう一個が吉富の部屋やったんですけど、うんはい、まあ吉富せっかくいなくなるんやから、うん、まあその部屋なんか倉庫にしてもいいかもね、みたいな、軽い話をしてたんですよ。はい、まああとも常任せるやりようようにやってたら、わかりましたって言って、うん、昨日が撮影オフ日やったんですよね、確かに。うん、はい。昨日オフ日やな。はい。で、その撮影オフ日に、どうやら常さんが一人で、模様替えをしてたんですよ。は、う、い、ん。で、今日来て、うん、模様替えしましたー、みたいな。なんか、あ、しましたー、みたいな。こんな感じやって、はい。あ、どんな感じになったんって見たら、もうびっくりするぐらいしっかりしてて、うん。ちょっと感動してるんですよ。ありがとうございます。すごいね。いやー、喜んでいただけて、嬉しいです。ちょっとこれ、はい、見てもらおうと思って、はい。びっくりせんかった？いや、びっくりしました。すごい良かった。途中も良かったんですよ。なんか、え？途中の、うん、あ、まあ僕、カメラのね、はい。そっから見てもらおうか。はい、ソファー気になるなぁ。あ、せっせっせっせ。ソファー。それちょっと説明させて、はい。なんか違うなぁってなってるから。いろいろありました。ですね、はい、これは、無事にソファー、ちょっと違うじゃないですか。ちょっと違う。なんとなく違うの、わ、はい、かる、はい。似てるけど。はい。うんこれいろいろあったんですよ、はい。で、これかなり先になるんですけど、いずれカジサクチャンネルでわかります。はい。いろいろあったんで。いろいろありましたね。はい。お楽しみに、はい。だいぶ先になりますけど。そうですね。もう撮影はね、うん、してるんですけど、はい、ちょっと、ストックの都合上、だいぶ先にはなるんですが、はい。いいよね。似てて。いい。そうですね。うん。うん。座り心地もすごくね。ね。はい。あれですから。はい。失礼しました。はい。じゃあ、とりあえず。行きましょう、うん。まずですよ。はい、まず変わったのが、はい、ここね前までドラム置いてたところ、はい、ここぐちゃぐちゃってなってたんですよ、はい、ここにちょっとこう服かけるやつがラックがあったりしてて、うん、ここに爪でドラム置いてたんだけど、はい、見てくださいこれ整理されてこれいやすごい、はいうん、三脚とか置く場所ができたんですよカメラのねできてんねんな、はいうん、助かるよこれこれめちゃくちゃええよな、うん、でですよ、はいまずじゃあ常さんの部屋から見ようか、はい、前までの常の部屋は右手にドゥワーって倉庫、はい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 、もう物の準備だったり物がブワーコピー機やなんやって、うんうん、で端っこに常の机があって真ん中に常が寝るみたいな感じだったよね、はい、そちらがねこうなりました、はい、どうぞこっちですねはーいこちらはいすごい全然違うびっくりしたってマジでこっちもさ、はいええ感じに仕事をできる感じになってて。いいね、うん。っていうか、やっぱ物ってすごくてさ、うん、こんな広いねやと思った俺。確かに。そうですね、僕もそれ思いました、片付けて。なあ、うん、これ十分じゃない？十分です。いや、広いんですよ、この広い。広いよな。僕も住んでましたけど。あ、そうやな。はい。これもだって男の一人暮らしには最高の。いやいや、最高ですよ。うん前まで物置がこの辺からグーあったから。そうですね。圧迫感。圧迫感すごかったけど。実はそこにも窓があったんですよ。そうそう。あるよ、あるよ。安武さんの時はね、あった。見てましたけど。シルクでてれれれてんてんの時、ここでお前寝てたんな。そう。だってここにベッド入って、ここにでっかいハープ置けるぐらい広いんですよ。そうそう、ここにハープ置いてる。そう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 。いや、これすげえ部屋だよなほんまに。うんええ感じじゃない？はい、めっちゃいい感じですね。あここで仕事してんの？はい。しながら。しながら。え、常にこんな時計持ってたの？あ、それは、前から持ってました。え？知らんよな。俺常に時計つけてるイメージ。確かに。あ、でもこれつけてはないんですよ。もう。触っていい？はい、どうぞどうぞ。昔。で俺意外じゃない？常っぽくなくない？確かに。なんか、肩身とか？ええ、いただきもんなんですけど。おしゃれ。おしゃれやん。うん、どこのやついや、わかんないです。さすがですね。常やってるね。さすがですね。わかんないんですけど、いいやつっていうのは。ね、いいやつの感じする。はい、いいやつ、こんな置き方すなよ。見た？はい。ここに、こうやって置いてたよ、ここに。
いいやつで、はい、普段使ってない時計、こうやって置いてた。常。サプリの横に置くな。サプリの横に。して、サプリもこうなってる。何してんの、常。常やってんだ、はい。常やってるんですね。これね、はい、感じでございますけども、やっぱりこの国旗は。そうですね。さすがですわ。はい。合ってるでしょ、この雰囲気に。雰囲気に合ってるし。はい、なんか、俺今ちょっと住みたくなってるもん、ここ。あめっちゃええわ。いいですよね、やっぱ心地も。うん。はい。さあ、そしてですよ。うん。まあ、吉富が引っ越して、もうほぼ空っぽになっていた、はい。吉富の部屋。はい。今、なんと。はい。こうなってまーす。あー、いいですね。わ。すごくない？あれだったらドラムを叩けるんじゃないですか。いや、ほんまやで。そうでしょ？そこから見ようか。うん。あれ、これ、吉富が買ったやつやったっけ。そうです、もう吉富さんが置いて使うんだったらどうぞって言って、はいはいはい、はい、あ、じゃあ置いといてくださいって言って、これね、はい、まあ一応置いといて、まあ確かに撮影とかでもねこっちで使ってます。いや、そうなんですよ、うん、あったらありがたい、うん、でドラムがここに、はい、この叩けますよ、叩けますよ、ね、これ常も練習できますよ、できますよ、これぐらいのねスペースがあったら、常ってさ、はい、ドラムできててほしい顔してるよ、なんか。リズム感はね。多分、それあれじゃないですか、うん、その、ろくでなしブルースの、うん、ろくでなしブルースじゃないわ。ブルーハーツ。ブルーハーツ。ロック あ、ブルーハーツにもね、はい、出てきますからね、ヒロトとかね。そうですよね。うん、はい。それでちょっと今ごっちゃになっちゃって。ブルーハーツ。ブルーハーツの、ドラムのね、はい、はい。方だから多分こういう、感じじゃなかったですね。そうね、そうそうそう。ね、あ、俺そっちじゃなかった。単純に常ってリズムもそうだし、はいはい、なんか、叩けといてほしいというか。ああ、なるほど。うん、はい。なんか、興味ないねや、あんまり。いや、でも、叩いてみたいとはありますけど、そんな、上手くなるほど練習できるかっていうと、多分、そうでもないと思うんで。まあね。はい。いや、なんかネタとかでも使えそうやん。使えそう。アメリカ、良さそう。挑戦使えそうや。そうそうそう。そうそう、はい。とかさ。はい。もし教えてほしいんだったら、俺、ある程度で教えてくれる。あ、そうですよね。ドラムがこうやって、はい、いいですね。僕も喜んでるで。うん、ね。最初ほんと捨てようかなと思いました。ちょちょちょ、多いじゃないですよ。多いじゃないですよ。あなたですよ。何が？あなたが叩かないから、捨てようかなってことだね。ほっこりかぶってずっと端っこに。当然いらないんだったらね。確かに。いや、これはちょっと置いときたい。うん、うんうん。これはちょっと置いときたい。はいはい、そう、冬とかだってコートとかかけなきゃいけないからさ。置いといてもこうかけそう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 。置いといてもらわない、ね、ヘルメットもこう、かぶせる。そうでしょ。はい。そうそうそう。ここで物置けるから、ね、そうですね。そう、置いといてもらわないと。はい。そしてですよ。はい。これ見事じゃない？すごい。まだまだここから置けるしね。はい。これ、さっき聞いたら、うん、要はこれが本来向こうにあったやん。はいはいはい。一人でやった言うから、はい、いや、どうやってやったんって聞いたら、うん、全部バラしたんやって。すごいね。一人で。いや、めんどくさかったっすよ。いや、そうよな。マジで。でもなんかね、途中からやっぱコツつかんできて、うん、最初、もう、こう、なんかね、これ外す専用ハンマーが本当はあるんですよ。あるよね。先ゴムになってるんですね。はい、それないんで、うん、段ボールをこう、挟んで、こう、ガン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 、やってたんですけど、うん、もうね、なんか、上手にやらんと取れないんですよ。その、こっち上げると向こうがグッと刺さって。ガッてなるみたいな。いや、むずそう、めんどくさそう。でも、うん、横に倒して、こうやったらすぐ、取れるっていうのが、一個全部バラしてから気づいて。俺、常と、無人島に行きたい。はいはい、なんか、強そうじゃない、はい、ああ、サバイバル感。無人島、サバイバル感も、なんかなんとかしてくれそう。なんでもします。どうなんですか、実際興味あるんですか。サバイバルむちゃくちゃ興味ありますよ。なるほど。はい。やる、いつか。ね。俺と常の、はい。めっちゃいいじゃないですか。無人島生活。やりましょうよ。やりましょうよ。やりたいですよ、サバイバルは。三ヶ月ね。長ーお前もやからな。なんでよ。その場合は。違う違う違う。それの場合、俺がいたら空気感壊れちゃうから。バッテリーとか持ってきてくれんとな。そうですね。あ、俺はだから、3日に一遍通いますよ。楽しそうやな。ちょっとでもおろしやな。はい。みんなでやるのか、はい。俺と常だけでやるのか。そっちの方が絶対、その、シビアな感じが出た方がいいですから、ね、はいはいはい。俺、虫とか嫌やで。無理じゃん、もう。いや、虫とか食べるようになってこない。サバイバルやから。極端だな。極端すぎるやろ。そこは釣ろうや。魚釣って。釣ったりとか。でも釣れへんかったらもう腹減って死にそうやからもう、
ありがとうっつって食べんと、虫も。うわ。それぐらいに。いや、そんな過酷なことやんの。まあでも、最低でも3日はやりたいな。はい、ええー。短いですか？ええー。2日ぐらいかと思ってた。いやだから要はもうリアルな話すると動画のことを考えたら3日で、はい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 、やっぱ俺がさ、うん、稼働できへんなるやん、はいはいはい、1ヶ月ってなったら本当にそればっかりになって視聴者さん的にもどうなんと思うから、はい、マジでリアルな話すると3日ぐらいやったら一生がいいと思う、はいはいはい、1ヶ月やったら常一人でね、はいはいはい、そうですね、うん、それをいい感じで見していくとかはありかもしれない、一、うんうん、人でもやりたいの、いややりたいですやりたいです、へえ、いいな、常読怒るでも、確かに長かったらさすがにちょっと怒られますわ。3日。2人で3日。ちょっと考えます。はい。すごくない？すごいすごい。ほんでこれあれやんか。さっき言ったラック、はい、がここに移動されているね、はい、うん。ゲストの方来た時にかけれたりもするし。ああ、いいですね。コピー機これここにあって、はい。完璧じゃないですか。すごい。やっぱりそっちにクローゼットがあるのがだいぶ良かったんですよ。あ、こっちも結構入れた？あ、もうパンパンです、そっちは。え、パンパン？はい。うわー、すごー！でも中に入れてるだけで見栄えが全然違うね。これも全部自分でやったん？はい。すげえ。いや、これはちょっと、スネさん。はい。ボーナスです！うわー！みんなボーナスだってよ！みんな？誰もいなかったわ。なんかよ、わーって言ってくれるかと思ったら誰もいなかったわ。これボーナスやろ。こっからボーナスだもん。よっしゃ！あ、それもいいじゃないですか。よくねえだろ。これみんなの罰金のやつだから。でもみんなの荷物ですからね、これは。いや、まあ、せやけど、ここは、いや、俺から出すわ。ありがとうございます。こんな綺麗にさ、ちゃんと測ったかのようにさ。すごいね。綺麗になりましたね。なってるからさ、わかりやすく、カツラ、カツラ、うん、言ったね、罰金ってやってますから。うん。フラフラじゃないですか。どうしたんすか、もうちょっと無人島のこと思ってたらちょっとドキドキしてくる。とにかくですね、はい、本当に常さん、ええ、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとう。はい。